これでメインディッシュというか本日のお供はまずこれアキトラです。もちろんいただき物です。それともう一本またいただき物の水を、まあ、これも基本です。まずはアキトラからや太郎くんがこんな貧しい暮らしなんかわかんないでしょ。ボンボン育ちの新条くんや太郎くんはこんな底辺の人間のささやかな喜びなんてわかんないでしょ。
視聴者マンさん、ダーリン。それでは皆様、良いお年を。